変形性股関節症の進行が余計に進んでしまうことが、日常生活では全く痛みを感じない状態。つまんで引き上げて揺らす。股関節専門チャンネル、ヒプチューバー、太陽です。動画を見てくださっている方の中には、お医者さんから股関節心損傷がありますねって言われたこと、いらっしゃるかもしれませんね。股関節心損傷。心というのは唇と書きます。この股関節心損傷を放っておくとやばいんですよ。何がやばいかっていうと、最終的に手術を受けなきゃいけなくなってしまうんですね。それは内視鏡の手術になります。内視鏡の手術はさらにやばいんです。これ受けると痛みが取れないどころか、変形性股関節症の進行が余計に進んでしまうことがあるというリスクを持った手術を受けなきゃいけなくなってしまうのがやばいんです。でも安心してください。今日の動画で股関節心損傷に対する保存療法のやり方について説明していきたいと思います。そして今私は股関節心損傷とは言われていないからこの動画関係ないわって思った方いるかもしれませんけども、そういった変形性股関節症の方にとっても有効で、そして手軽にできるリハビリを今日は紹介していきますので、ぜひ最後の方の実技ご覧になってください。なおかつですね、いつも動画の最後には私の NG 集作ってますんで、ぜひそちら笑いますんで最後まで見ていってくださいね。そして私は札幌と仙台で出張施術を行っております。この2箇所施術受けてみたいなと思われた方は下の概要欄にある LINE の方を登録していただいて、私にその旨送ってください。そうしましたら詳細を送らせていただきますんで、よろしくお願いいたします。股関節心損傷だと診断されてもすぐに先生に言われるがままに手術をしてはいけません。なぜなら先ほど言った危険な手術、リスクの高い手術が待っている可能性もありますし、なおかつ保存療法で股関節心損傷は治る可能性もあるからなんです。ですからすぐに手術に飛びつかずに、まずは保存療法にチャレンジして、そこで治るかどうか、ダメであれば手術を受けなきゃいけないケースもあります。でもそういったケースっていうのは意外と少ないんですね。私の担当している方でも治った方は実際にいらっしゃるんです。今日後半で説明する実技を実践してもらって痛みが取れた、股関節心損傷はレントゲン上はあるんだけど日常生活では全く痛みを感じない状態になれた方もいらっしゃいますんでね、ぜひご覧になってください。一体股関節心とは何ぞやという話なので、股関節心について説明していきたいと思います。ここに大きく股関節の絵を描きました。股関節があって太ももの骨、こっち側は骨盤ですよね。斜線がついたところが軟骨になります。この赤く描いたところが股関節芯になります。これは何のためにあるのかって話なんですけども、臼蓋というものがこの股関節の上側、骨盤側になるんですけども、この臼蓋というくぼみはですね、股関節が正常な方でも浅い作りになってるんですよ。そんなに深いくぼみにはなってないんです。これってなぜかというと、肩関節にも言えるんですけど、肩と股関節についてはやはりそれなりに大きく広い範囲動いてもらわないと人間の構造上困るんですね。なので深くしすぎるとこの大腿骨頭がはまりすぎてしまって動きの幅が狭くなってしまうんです。それだと人間の体は不自由が多いので、あえて浅く作られているのが臼蓋の特徴になります。ただですね、この作りがあるために生まれながらにしてですね、股関節脱臼してしまう子もいるわけです。この浅いという臼蓋の構造上の問題を補うために、この関節芯という唇をつけて脱臼を防いでいるわけですね。これ横から見るとこの赤い部分だけなんですけども、これをですねガーッと前向きにしてくると、この口が臼蓋、これ骨頭、このような状態がとなるんで、唇こういった形で臼蓋の周りに一周ぐるっとついてると思ってください。正確には違うんですけど、イメージとしてはそう思ってください。横から見るからこことここにしかないように見えるけど、実際は一周あります。横から見ると僕の唇も上と下だけになるじゃないですか。でも実際は正面から見ると一周あるわけですね。これが股関節芯になります。皆さんにとって大事なのは、今出ている症状が股関節芯から来ている痛みなのか筋肉の痛みなのかを見極める必要があるんです。どう見極めたらいいかといったら、まずは消去法で筋肉の治療をしてみましょうよ。それで改善が見られるのであれば
それは股関節新損傷はレントゲン上はあるけれども、特に今できたわけではなく、その周りの筋肉の痛みが原因で出てる痛みだよっていうことが、筋肉の治療で痛みが取れるんであれば言えますよね。ただ逆に筋肉の保存療法をやっても痛みが全く変わらない。例えば筋肉をほぐした直後も全然痛みの程度は変わらない。全く一瞬たりとも楽にならない。という場合はもしかしたら股関節芯がやはり原因なのかもしれないですね。そこを鑑別するためにまずは筋肉の保存療法をやっていきましょうという話になってきます。なのでこの後その実技やっていきますね。股関節芯損傷と言われたことがない方でも普通に立ったまま日常生活で取り入れやすい、座ったままでもすぐにできる簡単なセルフケアですから、ぜひ最後まで見ていてください。では実技やっていきます。立った状態で横からお尻までぐるっとこう股関節沼であるじゃないですか。どこでもいいからつまみます。つまんで引き上げて横に揺らす。これだけです。つまんで引き上げて揺らす。つまんで引き上げて揺らす。大天使の上もやっていただいていいです。つまんで揺らす。その上、中殿筋のところもつまんで揺らす。鼠径部の内側もやっていただいていいです。つまんで揺らす。お尻のほっぺどこでもいいです。つまんで引き上げて揺らす。つまんで引き上げて揺らす。つまんで引き上げて揺らす。やっていく中で、あ、痛いなって思ったところはやはり悪いところなので、そこは念入りにやっていきましょう。一箇所あたり1分ぐらい長くやっても構いません。つまんで引き上げて揺らす。立ってるとき、公共交通機関に乗ってるとき、でもいいです。とにかくつまんで引き上げて揺らす。これをやることが大事です。やり方を変えて、拳を作っていただいて、拳のこの指の第二関節あたりですね。押し付けてグリグリグリ。押し付けてグリグリグリ。先ほどの場所は一緒です。押し付けてグリグリグリ。押し付けてグリグリグリ。痛いところは念入りにやります。押し付けてグリグリグリ。これもさっきと同じように、一箇所、一分ぐらいやっても構いません。このような形で、暇さえあればとにかく股関節周りをほぐす。これが筋肉の痛みを取る保存療法のやり方になります。ぜひ、股関節芯損傷でないけれども股関節に痛みがある方もやってみてください。続きまして、腸腰筋ほぐしをやっていきたいと思います。腸腰筋はですね、股関節の大腿骨頭の真ん前を通るので、これも股関節芯損傷と間違われやすいんですね。実は股関節損傷の痛みと言われているけど、本当はこの真ん前を通る腸腰筋の筋肉の硬さから来る痛みだったというケースも非常に多いです。ですので今日は椅子に座ってやる指でほぐす腸腰筋ほぐしやっています。腸腰筋というのは骨盤の裏側にあると思ってください。なので、こう前習いをした時に人差し指が当たる前に出っ張った骨があります。これの内側に指を押し込みます。内側に巻き込む感じです。お腹に力が入っちゃうと指入っていきませんから、この時はなるべく背中を猫背にして、お腹の力を抜いてください。出っ張った骨の内側に、このように。この時ですね、さらに入れた方のお腹側に体を倒すことによって、よりお腹の力が緩むので、指が入りやすくなります。グッと入る。入ったところで、こう縦に動かす感じです。押し込んで、前かがみになってお腹緩めてさらに押し込んでいけるとこまで行ったら縦にグリ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 と。指が疲れない範囲でやってみてください。指が疲れないんであれば3分ぐらいやってもいいし、そんな長くはちょっと指続かないな、握力きついなと思ったら休みながらでいいです。通ったら3分ぐらいになるようにほぐしていってみてください。股関節芯損傷であっても変形性股関節症であっても基本となるのは保存療法の知識となります。なぜかというと、当然股関節に痛みがある方はいきなり手術をするわけじゃないんですよ。痛みを取りたい人は全員勉強しないといけないのが保存療法なんです。必ず保存療法の道は誰でも通るからなんですね。誰しもができれば手術をしたくないと思ってると思うんですよ。だから保存療法で治ればベストじゃないですか。だから保存療法の勉強っていうのは全員しないといけないと思っています。保存療法について勉強しなくていい人は一人もいないわけなんです。毎回ですね、動画の最後にこのように概要欄の LINE マガジンの話をさせていただいているんですけども、もしも万が一まだ登録していない人がいるのであれば、それはもう保存療法で痛みを取ることを諦めたのかなって思ってしまうレベルです。なので、まずは動画の後すぐに下の概要欄にあるマガジンに登録をしてください。
チャンネルの概要欄にあるリンクをクリックして1分で終わるアンケートに答えて毎日届く LINE マガジンを読む。こんな簡単なことをやるだけで股関節の痛みが取れる可能性が高まるんです。手術を防げる可能性が増えるんです。だからぜひ皆さん一人も漏れることなく登録をしてください。よろしくお願いいたします。では今日はこれで終わりましょう。皆さんお大事にしてください。変形性股関節症の新、痛みが取れた股関節脱臼してしまう子もいる。股関節脱臼